びは若くなり3対3です。現在北風が8メートル、川の流れ上げ潮20センチ、ホーム側強めの向かい風、追い潮のコンディションです。第12レース優勝戦、進入台形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー3艇、そして5コース5号艇の君島、コースタートを切っています。レースは1周1幕へと向かいます。2コースからつけて回っていく2号艇の畑田、内をついて差しは4号艇の小池、バックストレッチへと抜け出しています。先頭2号艇の畑田太一、デビュー初優勝へ抜け出しています。2番手4号艇の小池、3番手が6号艇の吉川、その後ろ3番5番1番と随走。スタートは前提正常、2幕トップで2号艇の畑田が旋回、2番手は4号艇の小池、後ろちょっともたついていますが6号艇の吉川が3番手抜け出していまして、ホームへと折り返しています。上位の体型は2番4番6番3選手抜け出しました。2周の1マークです。トップで2号艇の畑田が旋回、2番手4号艇小池、3番手6号艇の吉川でバックストレッチ。先頭2番手、2番手3番手と定間を大きく開いています。その後ろも水がいて1番3番接戦、最後方5号艇の君島と追走です。2周の2マークをトップで2号艇の畑田が旋回、2番手4号艇小池、3番手6号艇吉川、ホームへと折り返しています。上位の体型は変わらず2番4番6番大時計前を通過しまして、レースは最終周回に入っています。2コースからまくり決まりました2号艇の畑田太一、荒波とある豪快な旋回力、期待のルーキーがデビューからちょうど2年、2度目の唯一で初優勝となりそう、独走状態です。2番手4号艇小池周平、3番手6号艇吉川義次、3選手完全に抜け出しています。離されて3番1番5番と追走していまして、最終コーナーです。トップで2号艇の畑田が旋回、2番手4号艇小池、3番手6号艇の吉川、ホームへ取り返していまして、体勢変わらず246でまもなくゴールを迎えます。先頭2番の畑田太一、初優勝の五輪、4番小池五輪、6番吉川五輪、1番深井、3番広瀬、5番の君島五輪です。以上、第12レース優勝戦でした。ボートレース江戸川第44回日刊スポーツ杯、優勝は2号艇畑田太一選手、見事デビュー初優勝を飾っています。